彼について話すならば、一人で海軍及び四皇に挑み、捕まること18回、40回の死刑宣告。時に首を吊られるも鎖はちぎれる。時にギロチンにかけられるもその歯は砕く。結果、沈めた巨大監獄船の数は9隻。つまり、誰も彼を殺せなかった。それは、彼自身の死か。李、海、空、生きとし生けるすべての者たちの中で、最強の生物と呼ばれる海賊。死に場所を求める男の名は、百獣のカイドウ。やるしかねえのか。世界最高の戦争、始めようぜ。